対に笑ってはいけないみたいな。そうね、笑っちゃいけない。これこの度は皆さんに、ご報告がございます。最後までご視聴していただけたらちょっと待ってもう一回つなぎでね。この度は皆さんにご報告がございます。最後までご視聴していただけたら幸いです。この度スーモさんの方からご報告がございます。スモさん、したらスモさんの方からはいお願いいたします。はい、はい、私スモは、卒業させていただきます。ちょっと待って。読んでいい、カンペ、カンペでいいかな。そうですね、卒業と笑ってるけど、笑ってるけど大丈夫。行きます、もう一回。はい、ちょっとね、硬くなりすぎるのも、はい、まあスーパーノヴァとしては、あまりよろしく、まあ視聴者の皆さんも望んでいる形ではないとございますので、すみません、カンペの方をはい、読ませていただきながらちょっとご報告をさせていただこうと思っております。それでは、はい、聞いてください。はい、どうぞ。視聴者の皆様、関わってくださった関係者の皆様、3年半ありがとうございました。普通では体験できないような貴重な経験を、させていただきました。この経験ができたのは視聴者の皆さんや、メンバー、そして支えてくれた家族、周りの方の協力があってのことだと思います。この3年間、スーモを見て少しでも笑ってくれる人がいたらなと思って全力でやってきました。感謝の気持ちを伝えるのは短いですが、視聴者の皆様、そしてメンバー、そして関わってくれた方々、本当にお世話になりました。ありがとうございました。はい、という、はい、あ、いいですか。あ、まず、はい、というご報告でございまして、はい、まあいつぐらいだ、9月終わりぐらい、10月ぐらいにちょっと、ね、まあスモさんの方から、お話がございまして、はい、まあ我々もこうまあ満足いく形で話し合いまして、はい、この発表の運びに、なりました。はい、まあスーパーノヴァとしてもまあここからなんていうのかな、今年のそれこそ本当9月ぐらいに、まあ、新しくというか気持ちを入れ替えて、まあ、こうやっていこうみたいな話をしまして、まあ、そこで多分、まあ、スーモさん的にも新しい道の方で、やっていきたいっていう気持ちが、まあ、前々から相談で、まあ、ある程度聞いていたのですが、まあ、その機会にということで、話し合って決まりましたと。はい、そうですね、まあ、リーダーから言えるのは、まあ、リーダーから言えるとしたら、まあ、本当に、まあ、ありがとうございますという言葉、そして、まあ、その卒業を背負って、まあ、スーパーノヴァも頑張っていきますという気持ちのみですが、まあ、友達としては、まあ、本当にいろんな、まあ、気持ちあって、まあ、スーパーノヴァが始まった時も、まあ、正直こうずっと同じメンバーでやっていくというよりは、まあ、それぞれが、踏み台ではないですけど、まあ、そういうちょっとうるさいなあれ、はい、まあ
っていうのが一致すれば、まあ、スーパーノヴァであり続けようっていう話をして、まあ、そこが、まあ、今年の2022年の9月にまたリニューアルというか、まあ、新しいメンバーが入ってくる中で、まあ、それじゃダメだということで、話し合って、まあ、その中で、まあ、スーモとも話し合って決まった、結論になりますので、応援させていただこうと思います。ありがとうございます、はい、そしたらそれぞれのメンバーから、はい、じゃあメロさん、僕からですか？あ、どちらでも大丈夫です、まあ、僕は入ってどんぐらい、はい、1年ちょっとぐらいの仲間として一緒にやってきましたけど、まあ、入ってすぐ辞める辞めないみたいな ありまして、まあ、その中でもまた一緒にやっていく、でまたその後キッチンカー騒動とか、 なんかまあそういうのありましたけどもまあやっていくで、まあ、今回もまた戻ってくるのかなとか、またやるのかなって思ったけど、まあ、本当にいろいろみんなで話をしている中で、もう今回は本当なんだなみたいな、後輩っていう立場で、まあ、入ってきていろいろ教えてもらったこともあるし、助けてもらったこともあるし、そこはすごいこう感謝でしかない思ってるので、まあ、これから先のやっていくこと、スモさんがやっていくことは、まあ、応援していきたいと思いますし、まあ、これからも、関われるなら、まあ、仲良く関わっていけたらと思います。1年ちょっとでしたけどありがとうございました。ありがとうございました。そしたら、やめてフルネームやめて今もいいねレンさんお願いします。はい、まあ、僕はメンバーとして表に立ったのは9月の終わりぐらいぐらいだよね。はい、だから一緒にスーパーノヴァのメンバーとして過ごしたのは2ヶ月ぐらい経ったのだけど、まあそれ以前からね、メンバーになる前からまあ友達としては知ってたし、まあその中で他に、まあ俺がメンバーになったからって別に各々がそこに責任を感じる必要もないし、俺が選んで入ってきてることだから、まあ、そこに負い目とかは別に持ってほしくないなって思うし、まあだからこの先スーモがその体を生かした仕事をするのか普通に働くのかはまだ分かんないけど、まあ、どんな道でも、まあ、応援は見てる人もね、これからしてくれたら嬉しいなって思うし、まあ、もちろん残った僕たちもスーモの分も頑張るので応援してくれたら嬉しいなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。まあそうですね、まあ、見てる視聴者の皆さんからしたら、まあ、やつぎ早に、まあ、メンバーが変わっていく、一番最初は6人いたんですけど、うん、はい、まず1人目は3週間、ピータさん、まあよくまだあのインスタとか見てもらうとよく遊んだりとかしてるんですけど、はい、でそして続いて、1ヶ月半で、ボブさん、僕さん、まあ、地元の友達、今は新しいなんか彼女ができたみたいで、まあ、よく会うんです、まあ、今年もまた年末会うんですけど、まあ、続いて、まあ、リッキーさん、リッキーっていうカメラマンさんが多分知らない人も多いとは思うんですけど、いまして、まあ、リッキーさんも今普通に元気に過ごしてらっしゃる、そして、ケイさん、今はもう赤髪ではないのですが、まあ、元気にしてらっしゃる、そしてヨウスさん、ヨウスさんに関してはあの最後の動画で、あの残り5秒でネタバレはしたんですけど、あの AV 男優になるみたいな話の最後までネタみたいな感じでお話ししてましたけど、彼は普通に元気に働いております。はい、そしてそっからですよね、あの新しいメンバーが入るって、そもそものつながりとしては
リッキーさんと、まあ、僕の地元の友達での構成だったんですけど、まあ、スーモに関してはあの、まあ、リッキーさんのご紹介で初めて会った時、黒髪のまだちょっとほっそりとしてた、はい、で会った日にもう今日から緑色の髪色にして、名前はスーモで行こうっていうのを、まあ、本当に無茶ぶりではないですけど、まあ、本当スーモっていう、まあ、理想像というか、まあ、そういうのに献身的にやってくださいまして、まあ、新しくなる前の、まあ、最古参のメンバーというかで一番尽力してくださったのかなっていう思いで、だからこれから先、まあ、本当に何をするかっていうのは正直すべてを知ってるわけではないんですけど、まあそこは友達として全力で、応援させていただきたいかなというふうに思います。まあ、まあその分も背負って視聴者の皆さん、YouTube 業界のために、まだまだ頑張っていこうとは思うというよりは、まあ頑張るしか道はないので僕たちは、はい、なので、いろんなものの分結果で見せていけたなというふうに思っております。そして最後に、スモさんが直筆で書いた、ちょっとお見せしていただいてよろしいですか。このカンペだいぶちゃんとした、まあ、メモが、うん、ございますけど、まあ、これは、視聴者プレゼントでさせて、はい、いただけるといい。大丈夫ですか。そうですね、古いファンいるよね沖縄とか、沖縄の、ね、あの子ね、そう、はい、本当に数人、5人ぐらいいる、うん、5人はでもすごいよ、はい、やめそれやめろ5人はすごいよやめろ、まあ、だってもうスマップ作れるじゃんいやいやいや、少ねえのよ少なすぎんのよ、選ばれてんだよすごい、うん、まあでもぜひ、はい、あの欲しい方はサイン付きで、はい、サイン書いたんだよね。ああ、書いてます。スーモって書きました、はい、送らせていただこうと思います、はい、ということで、次回からの動画、はい、楽しみにしてください。以上、スーパーノブでした。ありがとうございます。一発目の企画となります。電撃遺跡ナンバーワンになるまでも帰らない。ナンバーワンになるまでも帰らない。じゃあ一回出してから行って。おお、なんか変わったね。でもありえない。そこを聞いてない。その契約っていうものはちょっとなかったものにしてもらいたくてですけど、まあ普通に考えたら、まあ詐欺してるじゃないですか。そっち言ってること分かんない。そっちでしょ。どうしてバラは今回だけか